日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、こちら2種類のタルトを食べたいと思います。というのも本日、まあ、この動画が上がってるのは多分11月1日なんですけど、自分の誕生日ですからね。ちなみに32歳になりました。去年はローソンのカップケーキとかいろいろでお祝いしたんですけど、今年はこちらのある近所のケーキ屋さんから買ってきたタルトでお祝いしたいと思います。また1年頑張って、まあ、なんでタルトなのかっていうと、単純にホールケーキはこれしかなかったからっていうことなんですけど、やっぱりいきなり行っても売ってませんよね。事前に予約とかしとかないと。でも美味しそうですね。うん、でちょっと切るのが面倒なのでもうこのままいっちゃいます。なんか前もこんなことやる気がするんですけど、美味しそうです。ではいただきます。こちらは確かダークチェリーだったかな。ではダークチェリーが少ないかなと思ったんだけど、実際に食べてみたら全然そんなことないんですね。むしろ配置のバランスが絶妙で、噛んだら来てまた噛んだら来て、甘酸っぱさが広がって、これを繰り返していけるから本当に美味しいです。最後まで飽きというものがないですね。あと外側はサクサクかなと思ったら、これはサクサクではないですね。え、それは何だって。それはチャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはベリーのタルト。こちらの方がなんとなくぎっしり詰まってるような気がしますね。でもさっきもちろん先ほどのもしっかり感じましたよ。後で詳しく説明しますね。それではいただきます。パリパリなんですよね。なのでね、サクサクのタルトの生地とはまた違った美味しさがあります。ブルーベリーもしっぱり楽しめますけど、どうなんだろうな、もうちょっとあった方が良かったかもしれないな。ん、何があった方がいいのかって。それは共通のタルト生地についてなのですが、中にしっとりしたケーキ生地が入ってて、さらに外側にパイ、まるでパイ生地のようにサクサクパリパリの生地が貼られていました。なのでいわゆるタルト生地だと、いわゆるクッキーのサクサクとした生地を想像していたのですが、それとはまた違ったパリパリ食感という新たな美味しさを見つけることができ、とても美味しかったです。パリパリタルトもいいですね。でその上でなんですが、どちらもそれぞれの果物の酸味を感じることができて美味しかったんですが、どちらかというとチェリーの方が果肉も大きくて酸味も強くて、よりその味を感じることができました。なんだろうな、なんか一見すると少ないかなと思ったんですけど、ちょうど一口一口を噛むといい塩梅でチェリーが配置されていて、なんかちょうどいい感じ、ちょうど良い、なんか一口食べたらまたチェリーが出てくる、一口食べたらチェリーが出てくる、それが延々と繰り返されていくような、最後まで飽きることなく程よいバランスでチェリーを堪能することができました。それに比べるとブルーベリーの方はちょっと酸味が足りなかったかなっていう気がしましたね。というわけで今回はダークチェリータルトの方が美味しかったので、そちらを代表としてちょっと文句なしのこちらの点数6点とさせていただきます。はい、それでは立春のダンスなるかな今日この日、いや今日は立春じゃありませんけどね、でもめでたい日に踊りたいですね。また何か踊ろうかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると、32歳になりましたので今年もまた1年応援していただけるととっても嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。